1872年頃のこの絵兵この絵は、1872年に従来の御神兵を改組して設置された日本陸軍のこの絵部隊の名称。当初はこの絵局と呼称1872年4月16日にこの絵条例を制定し、御神兵係を廃止し、この絵局を置いた。4月24日、天皇に直令するこの絵都督のもと、 御神兵を解消した、総兵からなる、この衛兵を創設した。宮城警備と共に鎮台に設置された、鎮台兵を指導、訓練する役目も担った。1873年1月10日に制定された、徴兵令に基づく徴兵は鎮台にのみ配備される、こととなり、この絵の総兵制は維持された。明治6年政兵によって、 薩摩藩出身のこの絵兵が大量に帰国すると、やむなく賃代兵の中でも優秀かつ、貧困法制なものをこの絵に転属させる措置を取った。当初この絵は任期を5年とし、宮城警護以外の職責を追わない原則となっていたが、西南戦争に際して、この絵にも動員がかけられ、なおかつ手当に対する不満から1878年に、この絵方兵の一部が騒動を起こす竹橋事件が、 起こった。1880年10月5日たちをつない62号による、改正後の、この絵条例によると、この絵兵は、もっぱら廉価を護衛し、特使によらない限り、他の挑発に応じるものではない。上胸を包帯し、千軍万馬の中といえども、正々独歩の優を持ち、平常にあっては真偽を本とし、先進を敬い、後進を共同し、 全国諸兵の模範となることが求められた。この絵の幕中には、参謀部、副官、伝令士、文庫無古士官及び会計部が置かれた。また、この絵諸隊として、不評二連隊、騎兵一中隊、公兵一大隊、公兵一中隊、市長兵一小隊及び軍楽隊一隊が置かれた。守衛隊は、概ね不評をもって当てられた。守衛隊司令は、 不評大隊長が日直で務めた。守衛隊は、議場守衛と通常守衛とに分けられた。1885年6月5日陸軍省立ちをつ、第74号たちにより、この絵局は、この絵と解消した。その後、1890年3月26日に、この絵司令部条例が制定され、原則として、この絵ととの職務権限は、師団長と同一となった。 さらに、1891年12月14日に、賃代が、師団と解消された際に、この絵も師団制を採用して、この絵師団となる。山形有友中将西郷流星元水、山形有友中将、西郷つ道中将、山形有友中将、鳥尾小屋田中将小松宮、秋人新郎中将、有栖川の宮たる人新郎大将小松宮、秋人新郎中将。 ありがとうございます。